テスト、テスト。テスト、テスト。こんばんは。片倉さんとお読みして、よろしいですかね。コンティニューコイン、ありがとうございます。とりあえず、まずは、音声チェックをしたいと思いますので、お聞きになっておられる方、見えましたら、音声の方、こんなもんでよろしいかどうか、ちょっと、コメントを入れていただければありがたいんですけれども、どんな感じでしょうか。バキューン、ありがとうございます。ノブさん、こんばんは。音声どんな感じです？ OK です。ありがとうございます。なんかすごい緊張します。喋ることは一応決まってはいるんですけれども、うまくいくかどうかという不安がやはりついてまいりますんで。はい、リラックス、ありがとうございます。はい、やっぱ、ちょっとね、普段のコラボ何回かしたことはありますけれども、それと比べると、真面目な、ことなんで、流れが全然違うということでね、かなり、緊張しちゃっております。ママさんこんばんは。ありがとうございます。いつもとは全然違うんで、躊躇しておりますけれども、よろしくお願いします。セグさんこんばんは。今夜ありがとうございます。本日は、シェリーさんとコラボということで、まあ、自分一人ではね、心もとないということで、コラボでやらさせていただきますけれども、シェリーさんの方、サスケさんこんばんは、いらっしゃいませ。もうじき来てくれるんじゃないかなとは思っておりますけれども、画像の方もつけちゃいますか。よいしょ。ちょっと今回、今までの、コラボの反省点を見て、ちょっと変更点を何個か設定を変えてやっております。こっちの方がよろしければ、今後もコラボするにあたっても、これでやっていこうかなとは思っております。よろしくお願いします。コタさんこんばんは。いたっけ？シェリーさん、こんばんは。頑張りましょう。ありがとうございます。コラボ設定は、入っておりますんで、できますよね。はい、コインありがとうございます。セグさん、宣伝の方ありがとうございます。まこっちゃん、こんばんは。ナイトホークスさん、こんばんは。ケロリンさんもこんばんは。いらっしゃいませ。ケロリンさん、劇薬かぼちゃ。ありがとうございます。シェリーさんもお茶ありがとうございます。シェリーさん。入っていただけました。こんばんは。ちょっと、いただけましこんた。ばんこんばんは。は。と、ちょっと、こんばんは。善人だっ、あ、ぜ、善、善人善人だっだっかかんんさん。さん。必必ずず取り取り戻戻すさん。さん。こんばんこんは。ばんは。コインあコりイがンあとうりごがざいとうごまざいす。ます。ケリさん、さん、こんばんはい、こは。んばんは。あこんばんは。れ？聞こえ音ますか？声大が丈夫でますたちか？ょっまたとちょっ聞と聞こえこえないないんんで、で。ちょっとじっくああ、りノブ見まさん、す。こんばんは。聞こえますか？すいません、ん音声の方、
すいません、チェックさせてもらっていいですか？声が小さいとか、教えていただけることれあれ、で、タイムラグが。はい。すいません、ですね、ハウってますか？はい。もう、これ以上はちょっと下げれないんですけど、音量を。少し、ラグがあったり、ハウってても、すいません、ちょっと、許してくださいね。食べてないですか？ありがとうございます。マリアママさん、ありがとうございます。シェリーさん、こんばんは。はい、こんばんは。ありがとうございます、マンダロウさん。10時になりましたので、シェリーさん聞こえる？タケさんがカラオケ屋の猫のよう。あ、そうですか。すいません。ちょっとパソコンなので、はい。すいません。あ、お坊ちゃん、こんばんは。あ、タミさんもこんばんは。たくさん、ありがとうございます。ご参加くださいまして、ありがとうございます。あ、たけさん。たけさん。たけさん。たけさんの。自はい、分のあ、方はどうどうぞ。でしょうかね。はい、大丈夫のようです。まずご挨拶しましょうか。たくさん、こんばんはってコメントいただいているので。はい、女子通信隊さん、こんばんは。すいません。先にちょっと、またタイムラグが結構大きいようなので、そうですか。すいませんが。はい。よろしくお願いします。一回入り直しましょうか。一回コラボ入り直しましょうか。大丈夫ですか？大丈夫ですか？多分一緒だと思います。そうですか。じゃあ、まず、多そし分た一ら、緒じゃないかはない。と。10時1分になりましたので、はい。ありがとうございます。ノブさんも、出していただきまして、はい、ありがとうございます。まず、はい、はい、たけさん。では、皆さんこんばんは。自己紹介からさせていただきます。お初の方も多いかと思います。タケと申します。性格としてはね、変と言われると喜ぶ B 型をしておりますので、その分、おかしなやつですけれども、よろしくお願いします。本日ね、こちらの、全員奪還、キャスの方をやらさせていただくということで、かなり、悩んだんですけれども、自分なりにね、考えて、ちょっとね、色が違う、変は変らしく、色が違うような、内容になるかとは思いますけれども、考え方、人それぞれなので、賛同できることできないこともあるかと思いますけれども、こんなことを、こんな考えする人いるんだなって思っていただければありがたいです。意見が違う中にもね、一つでも、いいなと思うところがあれば、ピックアップしていただければ、ありがたいかなと思います。で、本日、とりあえず話そうかなという、話そうかなと思っていることが、自分自身知識が浅いもんですから、以前からね、ちょこっと、思ってたとこがですね、ついでもの方ですね、こちらの方が、モチベーションがちょっと下がりつつあるのかな、なんて、思っておりますので、あ、ブレードランナーさん、日本が好きな主婦さん、はい、もうマンたタくロウささんん、の方が、はい、コインも、じゃあもう、すいません、女子通信隊さん、すいそまのせん、他、す全い部ま俺せん、が言うこ読とみじゃ切れなないい。です。はい、こんばんは。よろしくお願いはい、します。ありがとうございます、皆さん。このツイキャスをね、連動してやることによって、あ、ハッモシュチタベーグちショゃんン、とつ全いて体まモす。チベーはシい。ョン、またちょっとグッと上がったかなとは思うんですけれそうどなんも、ですよね。はい、ぜ自分ひ。なりにね、ここら辺考えてどうしたらいいもんかなと、いうことを、話したいかなと思っております。
まあ、ついでもがね、始まってだいたい1年半ぐらいですか。こんぐらい経ちまして、まあ、起こっていることと思うのが、まあ、レイコさんのね、キャスでもありましたけれども、無意味だという、まあ、こちらの方はね、キャス、あ、キャ、ごめんなさい、ついでも、しかり、リアルでもしかりな、だとは思うんですけれども、まあ、無意味だという、ちょっと心ない、まあね、はい。声があるかなといあとうね、ところと、はい。まあ、あとはですね、はい。自分自身ちょっと見かけたのが、保守って言っちゃなんですけれども、ついでも参加者同士でね、ちょっとトラブルありまして、それで、どうなのっていうところも、見受けられたことがありますんでね。なるほど、はい。まあそこら辺がね、外はい。的要因で、モチベーションが下がる原因、大きな原因の二つじゃないかとは思っております。あ、はで、い。まあ、いわゆる無意味だとか、そういうやじ系ですね。こちらの方に関しましては、僕が考えるにあたって、まあ、浸透しつつある現れでもあるんじゃないかなと。なるほど。まあ、逆の立場から考えれば、規模が小さければ、アンチの方にも耳には入らないですし、邪魔する必要もないですね。はい、確かに。耳に入ってもね、まあ、話が大きくなりつつある状況にあっても、アンチの人たちが、まあ、取るに足りない規模だというふうに判断すれば、ヤジは飛ばして来こなないいでですすね。から、そうですよそね。こら辺考えるとね、まあ、ヤジ等が飛んでくるというのは、まあまあ、いい調子じゃないかなというふうにも取れなるるほとど。自分は思うんですよ。なるほど。はい、わかります。ですはい、から、浸透してきまあ、たそなこらと。辺踏まえてね、へこみそうかなと、こんなこと、ちょっとマイナス要因のこと言われたっつってへこみそうだなって思ったら、まあ、みんまあ、なそのれ声はがは大い。きくなりつつあるという、まあ、動きがね、浸透しつつあるといいようにとっうて。現れかなということで、ちょっと考え直してもらえれば、へこまずに済みそうかなとなるほはど。思っております。はい、わかります。で、はい。あとですね、なぜ、モチベーションが下がってしまうのか、というふうに考えたところもう一で個すの方、ね、はい。はい。まあ、やることを、目的として重んじてしまっているっていうところがあるんじゃないかとなる思ほど。います。目的要すとるしに、てついおで持ちでも、る。やること、まあ、それやることは精一杯なんですけども、それを目的にしちゃうと、ちょっと横からね、例えば、ついでもやってます、横から、無意味だっていうことであれば、やることが目的になってしまうと、まあ、ゆくゆくね、これで政府が動いてくれるはずっていうような感じで、思ってるのが途中で横からやじ入ってしまうと、どうなんだろう、やっぱそうなのかなっていうふうに、思いそうな感じがするんですよ。人がで、ね、はい。まあ、それを踏まえてちょっと自分が考えたのは、モチベーション維持っていうことで、逆の考えをしたらどうかなと。順番をね。まず、まあ、他の方もね、言ってらっしゃいますけれども、最終的にどうしたらいいかと。どうするのがベストか。まあ、まあ、最終目的は、拉致被害者全員奪還ということで、なっておりますけれども、まあ、それにあたって何をすればいいか。まあ、北へのね、潜入奪還とか、軍事行為とか、あと外交、
に絡んあとで、は圧力ですね。はのい。交渉、もしくうん。は、経済制裁、はいはい。まあ、とうとうと、いろいろあると思いますけれども、まあ、考えるにあたって、そこら辺っていうのは、あやひーさん、こんばんは。はい。一般人ではなかなか無理かなと、そうなんです。はい。思確かうんに。ですよね。はまあ、い。要は政府がっていうか政府に行ってもらうというもう本当に政府なんこでとすだよね。と動思いうてんでもすらうのよ。は。はい。となるもうと、本当にまあ、そうなんで一す。応ね、まあ、無理にやって一般でもできそうなのは、北へ潜り込んで、どうのこうのって、取り戻すっていうことが、まあ、かろうじてできそうかなとも、一見思いますけれども、自分の考えとしては、まあ、それをやるにあたっても、戻す人っていうのが、決まってるわけですよね。誰でも捕まえてくりゃいいっていうわけじゃないもんですから、そうすると、まあ、前々からね、まあ、情報部員を入れて、どこにいるとか、そういうのを調べ尽くしてから決行するっていう形になると音声思が、いますんあ、で、そこはい。ら辺考えると、これもなかなか難しいかなっていうのが自分の考えでして、まあ、そういった目、ことを考えても、やっぱり政府が、最終的に奪還するっていう行為は、政府がやることと、自分は思います。そうすると、まあ、政府、まあ、それはそれで踏まえるとして、次に、そしたらどうしたらいいか、っていうことになると、政府が動きやすくしなければいけないと。そうです。はい。本当に。まあ一応、そうまあ、です政府がね。動きやすく、安くするには、何が一番ベストかっていうのは、世論の高まりですよね。本当にそうなんです。はい。国内ははい。もとより、まあ、国外でも、高まってくれれば、それはそれで非常にありがたい。政府も余計に動きやすいっていうことだと思うんですよ。まあ、世論の高まり、これが一番本当に大事、本当に大事ベなんスでトなす。ことはだい。と。で、そうすると、次に、じゃあ、それをやるにはどうしたらいいかっていうことになると、世論への知識、周知ですね。こちらをやらなければいけないと。周知に関しては、講演会とかね、署名とか、署名でも、署名する人、あと、スタッフとしてね、署名してもらう人、いろいろあります。その、いろいろある中での一つとして、このついでもも、そうですね。ついでももツイキャ効果スがあでるんこじのゃない応か援と、させてもらってるのも、そ思っのて一おり環まです。すよね。はい。これに関してはね、まあ、言い悪いは別として、政府をはじめ、与党の方でも、あ、与党じゃないが、ごめんなさい。野党の方でもね、ツイッターの、アカウントを持ってるわけで持っすてまから、す。はい。声が大きくなれば、必然的に、そうです。はい。各党へも話が入りやすいっていうことだとそうです思いね。ますはんい。で、十分に効果があるんじゃないかとはいい。うことで、まあ、最終的な方から持ってって、これをやるにはこれをこうしたらいい。じゃあ、それをやるにはこうしたらいい。最終的には、ついでもやればいい。っていうことで、考えれば、まあ、これしかないんだっていう感じですよね。そういうふうに思えるようになれば、横から、そんな無意味でしょって言われても、折れずに済みそうかなと、自分は考えてるわけなんですよね。よくわかりで、ます。はい。とりあえず、まあ、自分的にはそんな感じですけれども、皆さん、どうでしょうかね。他になんかね、もっといい意見があれば、教えていただければなとも思いますけれども、はい。
ですね、すいません、たくさんまあ、の方、こすごく、れのやり方っていうのは、僕が前に勤めてた会社のね、トラブルが起きると、なぜなぜって言って、なんでこういうふうになったか、なんで、それにはなんでこうなったか、なんでこうなったかって逆読みしてって原因を探すっていうやり方をやってましたんで、すごくめんどくさかったんですけどもね。それを参考にして、ちょっと考え直してみたんですけれどもね。国連安保理で、北朝鮮への宣言。それも十分に必要ですよね。滝さん、すみません、ちょっと通信隊さん、有名人の、連動する方、運動する方の必要。あ、そうですよね。まあ、言葉は悪いかもしれないんですけれども、まあ、広告塔みたいな感じですかね。まあ、確かに、一般の方が、一人一人で声かけるよりも、まあ、有名な方がね、ポンと言ってもらえれば、一般の僕らが言うよりは効果は大きいですよね。そこまで、賛同してくれる方がいればいいんですけどね。そうなってくれればありがたいですよね。竹さん、声聞こえますか？コメントの方、すいません、見せていただきながら、まあ、そんな私、ちょっとお話聞い感てじたんですけで、ど、もうやはり今、いえ、トレンドの周知効果は大きいそうと思でいすまよす。そうね。ですね。今、まあ、すいません、歴、いいですか？竹さん？あれ、ちょっと、音声聞こえにくいですか？どうぞ。いいですか？すごく初見さん。はい、どうぞ。初見さん、すごくたくさん来ていただいてるんです。で、本当に一人一人の方に、すいません、きちんとご挨拶とお礼が言えなくて申し訳なかったです。お茶もたくさんいただいて、コインも。すいません、後から必ずこ、あのコメントの方は、さかの、さかのぼって見せていただきますので、すいません、ちょっと失礼があったことをお詫びします。すいません、どうぞお話を 戻してください。大丈夫ですよ。結構ラグあるのかな？はい、すいません。まあ、なかなか難しいですね。コメントを読みながらっていうことでやるいえいえ、と。お話あ、を結もう構ラグあります。あるんですね。ちょっと失礼なるかもしれないけど、お話を、中心に行きましょう。はい、ニューヨークぐらいで。皆さん、たくさん声援されてます。わかりました。のぶさんもありがとうございます。それではですね、まあ、先ほどの、話の続きということで、考えるとこですね。自分が考えるところですけれども、まあ、トラブルに関しての、話になると思うんですけれども、まあ、よく、出そうかなって思うのが、動きの差ですよね。まあ仕事とかでもようありますけどね、俺がこんな働いてるのになんであいつあんな楽してんじゃんっていうことでトラブル起きるとは思いますけれども、まあ仕事ではないですし、まあね、ボランティアでやってるようなもんですから、まあ、人それぞれ、環境や、事情が違ってくるもんですから、そうですそれをね。ね、問題視するとトラブルにもなりかねないっていうことで、ハそうウでリすングしておね。ります。すいません。ちょっともういえいえ、これ以上すいま音せん。声下げられなあいちんさで、ん、ちょっとハウリングあるかちょっもしとれないマイけクど、話しますすいません、ご容赦ください。す。で、まあ、そんな感じでね、まあ、ここら辺もね、まあ、考え方をちょっと変えて、まあ、向かっとしても、自分はこん、まあ、いえいえ、こんすないことまやっせん。て、あんなことやってって、
思ってなんでついでもしかこの人やってないって思っても、まあ、考え方を変えて、一つでもね、協力してくれると思えば、そうですね。ありがそうたいでんじすゃないですね。か。そうなんね。です。はい。それでね、トラブルになって、みんな、離れていく人が増えちゃったら話にならないもんですから、そうです一つね。でもはい。協力してくれる方が見えたら、それはね、それで、非常にありがたいことだということで、思っていただければ、みんな丸くなるかなとは、思いますけれどもね、そすいこまらせん。はい。考えていただければ、できればはい。ね、先日ですね、月さんが、ちょっと話してくれましたけれども、今は、皆さんでね、大きな輪になってやってかねえかんっていう、状態ですので、はい。ありがとうまあ、ござこいこまます。でね、はい。大きく話が、広がってきたっていうことは、まあ、このまま、それを、まあ、こう言っちゃなんですけど、味方同士でね、それを阻止することはちょっと、どうなのかなと、自分も思いますんでね、まあ、そういう考えで、できることをやってもらう、できることをやるという、みやさんそうそうでですすね。ね、やはれい。ることをやればいいんです。これですよね。はい。そうやっこて、の、はい。考えていけば、腹の立つのもちょっとは収まるんじゃないかなと、思いますね。はい。ゲロリンさんそうですね。やれることをコツコツと重ねていくしかないと。コタそさうんでの、すね。はい。そうですね。続けることが大切です。そうです。はい。続けるにはどうしたらいいかって、やっぱ、トラブルはね、大敵だと思いますんでね。ちょっとそこら辺考えてもらえれば、ありがたいかなと。いつもありがとうって思えれば、すごく、いろんなことを幸せになると、自分は常に、このことじゃなくてもね、別のことでも、そういうふうに考えておりますんで、まあ、強制するわけではないですけれども、皆さんにもね、そうやって考えていただければいいかな、っていうふうには思います。はい。はい、よくわかります。はい。さて、話をちょっと変えまして、周知させるにはどうしたらいいか。っていう方法論ですね。これも、まあ自分がちょっと考えまして。まあ今までにね、ツイキャスとか、聞いたりコラボさせてて、いや、させてもらって、まあ、すごくいい話が、案が、あるわかなっりましてた思か？いましてね。はい。それを踏まえて、出していこうかと思いますけれども、はい、はい。まあ、周知させるにおいて、まず、何が必要かって、まあ、相手方ですね。相手方、まあ、これは特定でも不特定でもいいんですけれども、アテンションが必要かなと。要するに、引きつけ。引きつけ。ですね。こちらの方が、必要かと。例えば、仲いい、友人、知人に、話するにしても、相手方がね、まあ、あまり興味ないのに、ガーッと、熱く語っても、なかなか、熱の聞きね、入れ温て度ものらえ差がないと。ね。は逆い。に言えば、まあ、やってる方結構、はい。いらっしゃるかと思いますけれども、はい。バッチですね。被害者の、奪還のバッチですか。はい、ブブルールーリリボンボン。バッこジ。れをつはけい。て、街を歩いて、外出するときにはつけて、歩いていらっしゃるっていう方が、見えるかと思いますけれども、これはすごくいいきっかけだと思うんですよね。そうそれなんにです対して、ね、例えば、本当に。友達と喫茶店に行きましたと。それ何？っていうふうに聞かれたら、これは、それだけで、興味を持ってくれた、注意、引きつけがあったということで、話がしやすいかなと思確かうんに、ですはよい。ね。きっかけにね、なりますよね。興味ないのにね、無理にやるのはどうかなと自分は思うんですよ。
で、逆に言えば、興味を持たせれれば、いい、調子かなというふうに逆に思います。たけで、さん。これに関してはね、不特定多数でも、いいわけで、まあ、月さんがね、以前話し、ちょっと待ってください。あ、いいですか。拉致、被害者の、空と海の向こうっていう歌を歌ってるシンガーソングライターの山口彩希さんって方も、ですね、ファンの方からブルーリボンバッジをいただいたことがきっかけなんですね、あの歌を作ったのは。で、自分のファンの人からブルーリボンバッジを渡されて、あ、そういったたくさんの人が被害に遭っているってことを改めて詳しく調べて知って、そこからあの歌が生まれてっていうふうにね、やっぱりブルーリボンバッジは本当にいろんなきっかけになってるんですね。だから、自分が持ってても誰かにプレゼントするとか、そういうこともね、本当にまた周知の一環というか、そこからそういったものが生まれてくるっていう、まあ、素晴らしい影響力もあるので、はい。すいません。はい。お話途中で止めました。はい。うん、そうなんです。アーティストさんにプレゼントとかね。はい。はい、すいません。ラグが大きくてすいません、ちょっいと。やいや、とんでもないです。はい。そうですね、プレゼントするっていうのも、すごく大きな、手段だと思います。そうですよね。まあ、それも一つの手ということね、はい。興味づけ。何でもいいんですよね、興味づけっていうのは。それができれば、締めたものかなと。で、まあ。で、まあ、特定の方以外に関してもね、はい。月さんが以前話されていた、喫茶店など行ってね、友達と行って、他の人に聞こえるように話してみるとか、いいですよね。2回はい。目のシェリーさんがね、で、し、やってくれたキャスでも話があった、拉致ポスター、が街で貼ってあったらそれを、わざわざ覗いてみてみると。いうこと。こういうアクションでも、まあこれは、なかなかね、すごく、手応えがあるわけじゃないですけれども、それも十分に可能性があるんじゃないかそうとなんです、そうなん思っでておす。りはい。ます。小さなことでも、はい。まあ、目に見えてできない、できる、できてないからっていうことじゃなくって、ひょっとしたら、こういうのもありかなと。全く関係ない人が興味持ってくれるかなっていう行動も、すごくいいことじゃないかなっていうふうに自分は思っているんですよね。そんな感じでね、まあ、やじにもありますけれども、もういいだっていうふうに言われて、まあ、言われなくてもね、こんなんも意味だよっていうふうに、思うのは、決めつけちゃうのはどうかなと。試しっちゃなんですけれども、ご自身でね、それぞれが考えて、こういうのは、ひょっとしたら効果あるかもしれないっていうことをやってみるのも手なんじゃないでしょうか。そうなんです自ね。分ははい。そう思います。それで、まあ、興味を持ってくれた。直接話さなくても興味持ってくれれば締めたもんじゃないかなと。儲けはい。物って言っちゃ言葉は悪いですけれども、そんな感じで自分は、思っておりますね。今、あやひーさんと、とりあえず自マイロ分さんがが、今考えてたのは こんな感じですけれども、ブルーリボンってどこで購入できるのかなっていうふうに、たくさんの人がまたお返事書いてます。救う会とか、日本ブルーリボンの会とか、はい、特定失踪者のところも、
ホームページから買えますね。はい。いろんなタイプがあります。手作りでもいいと思はい。います。はい。ぜひ、ブルーリボンをもう、みんながたくさんつけてるっていうのが、本当に、理想だと思います。はい。そういうふうになっていけたらいいなと思いながら、ブルーリボンバッジの、はい、大切さも、このキャスでは、伝えていきたいと思います。皆さんが、毎日、日々、お仕事とか、ね、ご自身のことで、精一杯皆さんお忙しいのは分かるので、小さいことから始めましょう。はい。すいません。はい。だいぶラグがあるんかな？ OK かな？うん。そうですね。はい。うん。はい。で、仮に、だいぶラグがあるんですよ。あするいまの、せん。ごめん、一回入り直そうか。まあ、つける人が多くなれば、必然的に、まあ、興味持ってくれる人が、増えるんじゃないかなと思うんですよね。すいません。いろいろラグが多くて、すごく 自分もやりにくくて、自分の声が、ヘッドホンで、ラグの後で入ってきちゃうもんですから、今ヘッドホン外して喋っておりますけれども、まあ、一人で活動する、活動っちゃなんですけれども、活動して、まあ、いろんな人に見せるっちっても限界がありまして、それが2人、3人、4人、10人、100人と増えれば、その人数分だけ、増えるわけで、1人10人に見せたとしても、100人なら1000人に膨れ上がって、その1000人がまた10人に見せれば、まあ、1000人が10人だから、1万人か。そんな感じで、どんどん増えて、加速していくんですよね。で、ちょっとこれ経済的な話になりますけれども、シェアが30%超えると一気に、爆発的に、シェアが増えるという法則もありますんで、まあ、これ一般的に経済っていうことで言われてますけれども、こういうことでも、ある程度当てはまるんじゃないかなと思いますんでね。まあ、自分のできることが、ちょびっとしかできないって、仮に思ったとしても、でも、まあ、大きくなればその分、加速度的に増えるんじゃないかなということは自分思っておりますんで。まあ、今回ね、まあ、拉致被害者奪還のね、ことに参加してらっしゃる方は、そこら辺はね、重々承知でいてくれるかと思います。まあ、まあ、言っちゃなんですけども、無関心とか知らなかった人っていうのをね、これからどれだけ引き込むかっていうことに、関わるかと思いますけれども、まあ、そこら辺ね、やっていけば必ず、増えることだとは思います。ただ問題なのが時間的な問題ですね。先日、犬神佐清さんから、教えていただきましたけれども、言ってみれば、時間がないっていうのは、被害者の、ご家族の方、だけでなくて、被害者自身の方もね、もう何十年も、経ってれば、なかなか帰りにくくなっちゃう。あ、ごめんなさい、シェリーさん。もう一遍、コラボお願いします。
まあ、こう言っちゃなんですけれども、まあ、向こうにいれば向こうで、長いこといれば、しがらみとかね、いろいろもできてくるんじゃないかと、いうことでね、そこら辺もね、なかなか難しい、時間がかかると、やりにくくなるんだろうな、ということは自分も十分に感じてますね。ゆうこ、尾形さん、もう40年近くなります、ということですね。はい。まあまあ、40年近く。まあ、どっちかちょっと最近もなんか、連れてかれたっていう話もなんか聞いたことはありますけれども、そういうのを踏まえても、やっぱり早い方がいいっていうことで。まあ、早ければ早いほどいいですからね。例えば、実際、いつ、近々でいつあったかわかんないですけど、5年、例えばね、5年だったとして、5年で帰ってこれれば、それは、御の字ですから、そういう観点からおいても、まあ、早い方がいいのかな、っていうのは、思いますね。はい。マイロさん、想像しただけでも恐ろしい。そうですよね。向こうでも洗脳しちゃってるっていう話ですのでね、それが定着しちゃうと、なかなか、解くのも大変になってきてしまうっていう話もありますんでね。あ、たけさん、戻ってきました。すいません。たまにトレンドに上がっている別のハッシュタラグゴを入が。れると、そのタグに検索、あ、高谷さん、いい話を、ありがとうございます。そうですよね。拉致被害者全員奪還だ。で、このコメントも、ツイッターの方に連動しますけれども、固定にしちゃうと、他の人が見てくれないっていうこともありますんで、まあ、関連する、全く別物のね、話をし、ハッシュタグつけちゃうと、どうかなって思うんですけれども、関連するようなことでつければそっちの方でね、見た方も、結構興味持ってくれる可能性もありますよね。これも興味づけの一つですよね。素晴らしいと思います。はい。そんな感じで自分は思っております。たけさん、さっきとラグどうですか？ちょっとマシになりましたはい。か？どうですか？声聞こえてますか？どうかな？結構あるのかな？聞こえてますよ。ただラいや、でグも、は多分変わんないと思います。変わらないですね。入り直した方がいいかなと思って、一回入り直してみたんですけど、変わらないようですね。じゃあもう、しょうがないんで、このまま行きましょう。はい。はい。結構、はい。はい。そうですね、はい。はい。皆さん、すごくいい意見を、やっぱり、くださいますね。思ってもないそうようですな。ね。たくはさんコい。メントをたくさん入れていただいてました。はい。まあ、このツイキャスもやってみたいというお声も今日嬉しいですね。ありました。コメントの中で。はい。もう本当にありがたいです。お話しするのは誰でも恥ずかしいので、あ、そうですか。はい。ありました、ありました。はい、嬉はい。しいですね。本当に嬉しいですね。たけさんのこの呼びかけに、影響を受けてだと思うので、はい、じゃあ、僕も一つとか、私も、よし、みたいなね、気持ちが、本当にありがたいです。皆さんね、やっぱりわかるじゃないですか、その、拉致被害者の、
ご家族の方と被害者の方の、はい、本当に、たまらなく強い幕末のこの何十年っていうのは、ね、愛する家族と、まあ、離れて、もう会えないっていうこの苦しみっていうのは、もう人間にとって、もう私は、もう最も辛いことだろうなと。それは、家族、皆さんいるんだから、想像できることじゃないですか、この苦しみや悲しみは。で、そのことに対して、もう消極的な日本政府のね、まあ、この政策のせいで、まあ、本当にご家族の方も、被害者の方も、もう日々絶望をね、抱いて暮らしていらっしゃるんじゃないかと思うと、やっぱり私は同じ日本人としてたまらない思いがあるので、国民は全員無関心ではないですよと、本当にこれをなんとか、まあ時間がないけど、それでも少しでも、いい方へ進めたいっていう気持ちがある人がいますよってことを、何かの形ではやっていきたいと思っているので、まあ、そのために SNS のね、Twitter とか Facebook、ブログ、こういったツイキャス、また個人の、友達に呼びかけっていう、何かしらのことは、みんなでこう連帯感持って、やっていきましょうよ。はい。と思います。本当に。だいぶラグがあるかな。そう大で丈す夫？ね。まあ自分がね、シェリーさんから、ぜひやってくださいということで、まあ話が来て、まあ自分が思うに自分の性格っていうのは表舞台に立つような人間でなくて、裏からね、バックアップするっていう、性格の人間かなって思ってて、なかなか躊躇して、まあ、やるっていう話になっても、なかなか何を話していいのかと、いうことで、悩んで、まあ、話が来たのが、今日から1ヶ月ぐらい前ですかね、大体。そこから、ちょっと悩んじゃって、話すことないな、ということでね、まあ、ここでね、コメントくださってる、月さんや、あと、犬神さんですね。をはじめとして、まあ、自分の考えを言えばいいんだよ、ということで言われて、それも最初はね、自分の考え、こんなことを話していいのかな、なんていうことで、思ってたんですけれども、まあ自分のね、性格からして、まあ、たかだか1ヶ月ぐらいで勉強したって付け焼き刃かなっていうふうな、絶対粗が出るよね、なんて思ったもんですから、まあ、少しでもね、じゃあ、今日話したようなこと、まあ、は思ってたもんですから、これを話して、皆さんがね、ちょっと考えて、モチベーション、ちょっと落ちて、どうしても落ちちゃうんですけどもね、モチベーション。それをちょっと盛り返してくれれば、いいかなーなんて、思って、この内容にしようということで決めたもんですから、まあ、得意分野ちっちゃなんですけれどもね、思われてること、やっぱり、その通りだったんですよ。思ってることを話せばいいんじゃないっていう。そうですよ僕ね。もはい。新しくね、やられる声を出してくれた方が、何話してええんやろうっていうふうに、来たら、やっぱり思ってることを話せばいいんよって、言うと思います。そうですね。まあ、これ本当にもそうですよね、ね。まあ、さっきの、周知させるにはどうしたらいいかっていう
話じゃないですけれども、こんなん言っていいんやろかと、皆さんすわ、言ってみれば、今日で5回目ですけれども、はい。前やられた4名のお方々は素晴らしいキャスをしてくれました。いや。で、まあ自分がこんなんでいいかな、なんて、消極的に思ってたりもしたけれども、まあ、こういうことも話をして、ちょっとでも役に立てるんだったら、それもいいのかな、ということを感じますんでね。月さんが話してくれました。俺でもできたんだから、大丈夫だよ。それも、どうしよう、ちょっとやってみようかなって思うような人がいらっしゃいましたら、さん僕でもできたんだから、できますよ、と。竹さん。いうことで、声をかけたいと思います。ちょこっとでも、なんか、ね、考えていること、こうしたらいいんじゃないかでも、十分だと思います。それだけでもね、言っていただければ、いいんじゃないかと。例えば、先ほど、僕も言いましたけれども、僕が考えていなかったこと、今日コメントでいただいて、あ、それはいいよね、なんていうこともありますんでね。本当に。人それぞれやっぱり考え違いますんで、気づく、なんていうのかな、着眼点、違うと思いますんで。そうなんでしょう、そうなんでしょう。多くの方、気づかないことを、その人が気づいているかもしれないです。そしたら、集合値っていうね、言ってみれば、教えた方が、みんなの力になるじゃないですか。うん、と、自分は思います。はい、よくわかります。はい。どうですかね。まあ、結構、声を上げてくれる人も、結構、まあ、ぼちぼちっちゃ失礼ですね。いてくれます。その一人に、なってはいかがですか。まあ、はい、今日昼間とかはね、ちょっと冗談で、はい、皆さんいいキャスをしててくれたんで、ここらで一人こけたやつがいた方が、いやとんでもない。ねえねえ、後の人がやりやすくなるんじゃないかと。素晴らしいって書いてるよ、本当に。拍手もいっぱい。まあ、コメントを見てください。そんな風にも思っておりますんでね。実際、はい、今日やってみて思うのが、一応原稿じゃないですけどもね、メモ書き作って、こんなんで話せるのかなと。時間大丈夫かななんて思って、あの女は30分ぐらいで終わっちゃいました。でもまあ、皆さんね、いいコメントとか、くれてますんでね、どうにか、今回ね、すごく、まあ、あと10分近く、残りがね、なりましたけれども、ここまで話せれますんでね、大丈夫ですって言いたいですね。そうです、そうです、はい。そんな感じで自分は思っております。はい。ヒエリさんどうでしょうかね、はい。ありがとうございました。いや、本当にね、竹さん。見えますか、コメント。たくさんの方がね、本当にたくさん、竹さんに拍手を送ってます。勇気出してお話しかけしていただいたことが、皆さんにちゃんと伝わってるんですよね。で、何かしようという原動力になるんですよね、みんな。で、みんなの知恵が集まって、ちょっとでもいい方向にってことで、見えますか、竹さん。すごいでしょう、たくさんの人が。本当にね、ありがとうございました。最初、竹さんは、やっぱり、はい、見えます。ちょっと、ね。はい。躊躇されたんですよね。ちょっと、俺は、裏方の方が向いてるからとか、表に出るタイプじゃないからとか、でもね、何かしていかないといけないっていう気持ちにならないみたいなことを言ったらね、やっぱりね、本当にいい方なんです、竹さん。そうやね、と。ほなが、やろか、と。うん、
やっぱり照れながら、すごく緊張もされて、でも今日頑張って声を上げてもらったんです。もうそれはね、やっぱりもう、なんとか拉致被害者全員奪還、みんなで、声を上げていこうっていう、本当にその思いから、ね、北朝鮮がミサイルを撃ちました、また。もう、ですね、もう弾道ミサイルは22発発射されてます、今年の3月から。もうね、こんなことをね、許してたらダメなんですよ。でね、あと、今日から3日後に、ワシントンで米韓の、2プラス2っていう外務と国防の閣僚会議が始まりますけど、それでまあ、サードのね、配置の、前倒しとかもするようですけど、本当にね、北朝鮮という国にね、私たちは同胞を奪われて、ミサイルを撃たれて、なめられてるなと、本当に悔しい思いを、毎回こういうニュースを見るたびに思います。みんなね、絶対取り戻しましょう。諦めずに。本当に。ふざけるなと。本当ですよ。怒りましょうよ。政府に何をやってるんだと。安倍内閣の最重要課題のはずじゃないかと。本当にその怒りの気持ちと、ご家族への、絶対に心は寄り添って、私たちも同じ気持ちで、拉致被害者奪還、必ず、それは願い続けますっていうことを、また心新たにこれからも思っていきましょう。本当に。本当に悔しいですよね。本当に。わかります。本当に。もうニュース流れるたびに、なんとも言えない気持ちになりますもんね。本当に。みんな、もうね、無関心なんてね、おかしいんですよ。日本人。怒らないとダメなんです、本当に。うん。そうです、本当に。ありがとうございます。はい。竹さん、すいません、お話の途中で。そろそろ、じゃあ、締めの方を お願いします。大丈夫かな？うん。はい、竹さん、はい。そうですね、ちょっとね、流れ的にはね、毛色の変わった、言ってみれば、自分が考える意見のみを言ったような感じっていうか、感じじゃなくて、言っちゃったような気もしますけれども、最初に言ったようにね、この中から、意見が違うっていう方がいらっしゃっても、その中から例えば、一つでもいいこと、あ、それはいいなっていうこと、思ってくれたなら、それをね、それだけを、他のことは捨ててくださっても結構です。はい。それだけをね、ピックアップして、今後のね、活動ちっちゃなんですけれども、動きにね、加えていただければ、いいかなと自分は思っております。はい。ありがとうございます。まず、本当モチベーション下がって、こんなんやっても無理や、って思って諦めちゃうのが一番、まずいことだと思いますんで、まず第一にそれを、考えて、小さなことでもやっていけば、大きくなるって。せっかくここまで大きくなってるんですから、続けない手はないと思います。僕は。はい。そんな感じでね、大変ね、情報的にね、もっと違う情報が欲しいんだ、という方がいらっしゃったとしたら、ちょっと、今回、申し訳ないかなとは思いますけれども、とんでもないです、本当に。ありがとうごそんざないま感しじた。でね、役に立てていただければ僕も嬉しいかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい。
で、来週からの、キャスの予定をシェリーさん、お願いできわますかりか？ました。はい。来週はですね、23日の日曜日は、ビアジョッキーさんという方にお願いしようと思ってます。ビアさんはですね、もともとニコニコ動画とかも配信されてた方なので、すごくお話も上手ですし、今日は浜松の航空祭のですね、ブルーインパルスの、配信中継をされてました。すごく優しくて、話し方もね、保守の活動もよ、たくさんされてる方なので、とてもいいお話が聞けると思いますので、ぜひ来週も皆さんお願いします。ご参加ください。はい。すいません、私とちょっとたけさんの放送にラグがあったので、ちょっとお聞き苦しいところもあったと思いますけども、すいません、許してくださいね。あと、途中ですいません、たくさん初見の方もいただ、あの、来ていただきましたし、ご挨拶もお返しできずに、本当に申し訳ございません。すいませんでした。コメントは必ず後から私もたけさんも全部読ませていただきます。本当にたくさんの、ありがたい、温かいコメントすいませんでし本当た。にありがとうございました。はい。では、たけさんにお返しします。はい、ありがとうございました。ちょっとラグがね、やっぱりあるんですよね。はい、来週のビアさんですね。先ほど、話がありましたけれども、ちょっと違う話ですけどもね。ブルーインパルス。僕、去年、浜松の基地に、フェスティバルに見に行ったんですけども、非常そうに、なんですか。かっこいいっちゅうか、素晴らしい演技を見せてくれてます。自衛隊の方々、自分いるところ、愛知県の東部なんですけれども、豊川の、陸上自衛隊駐屯地がありますけれども、すごく優しい方ばかりです。本当に強い人っていうのは優しいんですよね。そうなんですよね、そわんなかり感まじす。で、はい。みんなの国民を守ってくれるとい考えで、活動してくれてらっしゃいますんでね。自衛隊の方々にもね、スタンディングオベーションありましたけれども、それじゃないですけれども、我々国民もですね、感謝の気持ちを持つのが、タミさん行ったことあります？自分も 去年行きました。はい。自分の、一応、ツイッターじゃないの、YouTube で、撮った画像を出しておりますけれども、拙い画像ですのでね、なかなか 宣伝はできませんけれども、はい。綺麗に撮れてますよ。はい。必ずね、国が動けと言っていただければ、あり自が衛とう隊ごのざい方ま々す。も動いてくれるはずです。自衛隊の方々もね、信じて、アホなことは、ね、アホなこと言わないっていうか、言わない人ばっかだと思います。はい。感謝を持っていきましょう。ということで。はい。そんな感じでですね。今日はね、締めさせていただきます。本当、お疲れこん様なでね、し拙た。い、キャスで、大変申し訳本当なに、いと思っております。優しいお声ちょっで、と癖優で、しい方考えなでがらした喋るのと、で、ええーっはていい。うのが、出ちゃうもんですから、ええが多くて、大変申し訳なかったです。と、あと、先ほどシェリーさんも私ね、もね。おっしゃられましたけれども、はい。なかなか、コメントの方までね、気が向かなくて申し訳なかったです。自分の方も、とんでもないです。とんでもないコでメンす。ト見させていただきますんで、すいませんが、お許しくださいということで、はい。はい。
で、まあ、来週、いいおリア話さんたとくいうさんあこりとがとうで、ございました、本当に。こんな、次から、リレーを渡すのも、もう、どうかなとも思いますけれども、いやいや、とんでもないです。本当に、いいこんおな自分話ででもしできまた。したんで、頑張ってくださいということで、締めさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。ありがとうご失ざい礼いまたししまた。す。ご参加たくさんありがとうございました。失礼します。